BQ1組12戦、語りました羽生善治九段に、少しだけお話を伺えたらと思います。あの本局、ドライに徹ドライチダントの一局でしたが、先手品玉に対して、まあ、少し、再整備のような形で穴熊にも送られましたが、タイの序盤は、いかがだったでしょうか。いや、地下鉄飛車で行く予定だったんですけど、それが成立しないと気がついたんで、ちょっと予定変更というか、だいぶ作戦負けだったと思います。あの監督でもやられてましたけど、原に金プータ8、3一飛車と回ったあたりの局面っていうのはどのようにご覧になられていたでしょうか。いや、ちょっと苦しいかなと思ってたんで、まあただそうですね、まあこちらとしてはなんか手を作っていかなきゃいけないので、まあ本譜でどうなるかっていうところですよね。はい、あの自陣の、左の桂がぴょんぴょんと跳ねて2五桂、3七桂成が実現したっていう、非常に守備から攻撃に転じる鮮やかな指し回しでしたが、あの桂馬の働きはいかがでしょうか。いや、なんかこっちもなんていうんですかね、結構穴熊なんですけどちょっと重い形なんで、まあ神経を使いながら指してたというところで、ただうまくそうですね、最後は手がつなぐ形になったんで、まあ初めてそこで良くなったかなと思ったんですね。はい、ありがとうございます。6勝5敗とされまして、残留確定しましたということをお尋ねするのも大変失礼だと思うんですけども、星の、ほぼ現状でも確定に近いところが本局の勝利で確定したということになります。ご感想というのも失礼なんですが、その点に関して伺えたらと思います。そうですね、いや、まあ勝った勝利も負けた勝利もなんか結構今期は反省が点がすごい多い、まあ、まだ終わってないですけど、まあ、将棋が多かったなっていうところですかね。まあただやっぱり B 級1組は星を潰し合って、やっぱりなかなか大変なところだなというのが実感ですね。会長職の中で順位戦は最も多い順位を指すというクラス、重ねていくと、その辺のスケジュール的な大変さもさらに強くお感じになられているのかなと想像したりもするんですが、そのあたりはいかがでしょうか。ただ事前に人生は日程が決まっているので、まあ、そこは特に曲数が多くてもなんかすごく気になると思うんです。それとは特にはないです。はい、残り1曲、ミラクナとの、最終曲、まあ、最終修正に向けて最後に一言伺っております。そうですね、まあ、次の対局も、まあ、自分なりにうまく調整していい状態で臨めたらいいなと思っています。お疲れのところありがとうございました。さて、朝日杯も大変お世話になります。よろしくお願いいたします。